香味香味株式会社は、香味ソースで知られる調味料メーカーである。香味の名前の由来は、香味、香味から、中京圏で好まれている濃い口ソースを製造販売するメーカーでも有名。その他にも、愛知県産を中心とする、トマトや地元の名古屋飯などのご当地もの関連のソース類にも注力しており、 濃い口ソースと合わせて三大テーマとしている。コーポレートスローガンは、ほら、美味しい笑顔。1946年、昭和21年に、川澄孝一がソースの製造、販売を行ったのが始まりである。その後、川澄食品工業として法人化し、1967年、昭和42年には、現在の公儀株式会社へ、社名変更。 ソース専門の犬山工場建設や各地への営業拠点設置などでソース専業大手の一角を占める企業へ成長した。1994年、平成6年3月期には売上高が50億円を超え株式公開も視野に入れたが、その後は業績が伸び悩み、近年は30億円台後半の売上高で推移している。主力商品の小口ソースは、 八丁味噌を好む中京圏の消費者の濃い口志向を捉えており、地域ナンバーワンや中部での代表的な味覚と表現されるほどの強いブランド力を持ち、同地区のソースの定番となっている。そのため、関東や関西などの多地区と異なり、中京圏のウスターソース類の市場では同じく、愛知県を創業の地とするカゴメと競い合いながら、優位に立ち、二強の一角として、 ウスターソース類の売り上げ上位を占めている。特に濃い口ソースの1リットルタンク等の家庭用、大型容器ソースが、中京圏では最も売れ筋商品とされ、500ミリリットル容器入りがそれに続くとされている。ただし、それゆえに、中京地区以外ではシェアが低く苦戦しており、地域性の強い企業でもある。21世紀に入る前後から強みを持つ。 大型容器が敬遠され小型容器への消費者の購買が移行したため 300ml 等の売上比率が上がるなどの変化が見られるようになっている。1993年、平成5年にまろやかでコクがあることを売りにした濃い口のトンカツソース、うまさ横綱を発売したのを皮切りに、1997年、平成9年1月28日にはお好みソースマヨネズ入りや、 焼きそばソースなどを発売するなど専用ソース市場にも参入している。2000年、平成12年に発売したごま味噌トンカツソースとその発展系である2005年、平成17年に発売した金ごま入りトンカツソースや2002年、平成14年に発売した国馬お好みソースなどの地元特産の八丁味噌を隠し味にした和風濃い口の専用ソースのほか。 2003年、平成15年には同じく地元特産の白醤油を隠し味にした和風の濃い口の国ウマコこ焼きソースや濃い口の国ウマ焼きそばソースなど専用ソースでも濃い味付けの商品を展開している。その他にも有機野菜などを原材料とした有機ソースや国産野菜のみを原材料としてアレルギー物質や食品添加物の化学調味料、着色料、 甘味料を使用せずに仕上げた国産野菜で作くシリーズなど近年高まっている安全志向のこだわり商品も展開している。また2013年平成25年には定番の主力商品濃い口ソースのデザインを約30年ぶりに一新した。主力のウスターソース類に次ぐ事業分野である食塩無添加有機ケチャップや 加工時に使用する酢をすべて黒酢にしたトマトケチャップ黒酢ジタトなど材料や製法にこだわった商品を発売しているそうしたこだわりの一環として JA 愛知経済連や岡本食品と共に中心となって生産者と消費者から行政や加工業者までを網羅した愛知県加工用トマト拡大協議会を設立して2006年、成18年11月22日には 1> 第1回を開催し、この愛知県産トマトを使用して、生協限定で、旬のもぎたてトマトケチャップも発売するなど強調して、生産と販売の拡大を目指している。その他にも、加工用トマトなどの原料安定確保に関しては2012年、平成24年8月29日には、北海道沼田町への沼田町農産加工場との業務連携協定も締結している。 また、海外の輸入トマトの場合でも、産地を限定した、イタリア産完熟トマトの実を使用する商品も、展開している。ケチャップ以外にも2000年、平成12年8月には、ピザソースやイタリア料理の基本的な味のベースを、整えるトマトベースの基礎調味料、マーガリンを加えたコクのある、トマトベースの元調味料、料理を任せ、トマト、 トマト鍋専用調味料なども発売している。小学生と保護者を対象にした加工用トマトの収穫、ケチャップ作り体験や幼稚園への出前講座など、トマトケチャップを中心にした食育活動を展開しており、2012年、平成24年からは愛知食育サポート企業団にも入会している。2003年、 平成15年に揚げた手羽先に絡め合わせるだけで、名古屋名物手羽先から揚げを仕上げられる、名古屋飯、手羽先のタレを発売したのを皮切りに、名古屋ならではの名物の味を家庭で簡単に楽しめる、調味料シリーズとして発売している。あんかけスパゲティ用では2005年、平成17年に、名古屋飯、辛口あんかけパスタソースや、名古屋飯台湾風、パスタソース発売。 2006年、平成18年には、辛さを控えた、名古屋市あんかけパスタソースマイルド。2012年、平成24年には、名古屋あんかけパスタソースを発売している。とんカツに絡め合わせるだけで味噌カツを仕上げられる、名古屋味噌カツのタレなどを発売している。四日市市の四日市豚的協会と共同開発して、メーカーで唯一の協会認定となっている。 四日市トンテキのタレ。10年2月にご当地グルメシリーズとして、発売や藤宮市の藤焼きそば学会監修の焼きそば専用ソース、藤宮風焼きそばソース、駒金のカツ丼専用ソース、駒金ソースカツ丼のタレなどを発売している。四日市トンテキはソテーした厚めの豚肉に黒っぽいソースを絡めたスタミナ料理というのが本来のものとされているが、 応用商品として、塩トン的のタレも発売している。2005年、平成17年にカレー専門店ココ一番屋と共同開発して発売した、ココ一番屋カレーによく合う包順ソース。2008年、平成20年に、お好み焼き専門店でおトンホーリと共同開発して売りした、道トンホリお好みソースなどを発売している。 中部大手菓子おろしの種清から2011年、平成23年3月1日に、当社のソースを使った、香味ソースあられんが発売されている。茹であずきや一緒に炊くだけで、美味しい混ぜご飯になる黒大豆水に、丹波黒豆ご飯の素などのソースではない缶詰の、製造、販売も手がけている。2004年、 平成16年には家庭向けの市販用商品が約75%で、業務用が約25%だったが、大手コンビニエンスストアの中部地区向けなどに使用されるなど業務用の売上を拡大を図った。その結果、2012年、平成24年3月期には家庭向けの市販用商品が約66.5%で、業務用が 約33.5%と業務用の売上比率が上昇している。また、品目別では2000年、平成12年は、ウスターソース類が約15.18億円で、トマト加工品類が約13.89億円となるなどケチャップを中心とする分野の比率も高く、ついでタレ類が約5.28億円となっている。規制緩和で参入可能になった。 小規模ビール醸造事業へは、日本マイクロブルワーズ協会、JMA 正会員として、早くから関心を持ち、1996年、平成8年12月11日に、地下鉄東山線、藤川駅ら西へ、徒歩約3分の名古屋市名東区小池町12番地に、敷地面積703.41メートルに、延べ床面積756.915メートルの、 ビール醸造所を併設したレストランを開業して参入した。しかし、2000年、平成12年に和食などの導入やビール以外の飲料の拡充、割高間の不拭を狙った改装を行って、手こ入れをしたが、業績が改善しなかったため2002年、平成14年12月閉鎖して撤退した。2002年、平成14年3月末まで、 女優の山本陽子が CM に起用され、値段は高いがいい味ですというキャッチフレーズを20年間に渡り続けた。無論現在は他社製品と比べても価格にそれほど差がなく、逆に販売店舗によっては他より安い場合もある。2002年、平成14年4月1日から20代から30代の主婦層に圧倒的に人気のある三浦理里子を起用し、 マイマザーソースのキャッチフレーズでにして、若手主婦層への浸透を目指し、主力商品の小口ソースの顧客として20から30代を取り込んで売り上げ拡大図っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。